い、やっと動画が撮れる環境になりました。本当にもっと簡単にいくのかなって、線つなげばいけんのかなって思ってたんだけど、線のつなぎ方も全く分からず教えていただき、そもそもネットの電波を無線 LAN 搭載してないデスクトップパソコンに持ってくるみたいなことも教えていただき、配信ソフトの使い方教えていただき、ようやくこぎつけました。本当にありがとうございました。一人だったらできなかった、情けねえですわ。というわけで念願のメディア録画、今日は私レトロゲームをやってみたいなって思ってるんですけれど、軽くツイッターでどんな最初お試しするのでどんなゲームがいいですかねみたいに言ったら、一番スプラトゥーンが多く言ってもらったので、ういいいちょっとエリア取れてないよね。今エリアは2200ぐらいなんだけど、一番高くて2400いたことがあって、本当にそれ1回かなだったので、おい目標は2400、そしてもうちょっと高い目標は2500、いつか行ってみたいなと思っています。わあ、危ない危ないぞ、危ない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 、うい、私の悪い点としてはミサイルが溜まったら即撃つ、うい、まあなんかナイスって言われたからいいんだけど、なんだけどなんか無駄なミサイルとか打開の時に合わせてないミサイルとかがあるから、そこは変えるべきだなと、改良の余地ありと思ってます。こういう時とかも どうなんだろうね、なんか打たないよりか、え、え、怖い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 、どうしよう、おいおい助けてくれ、狙わないで、しょしょしょ、狙われてるあの人、ううで、あと私のうわーあー、どうしようどうしようどうしよう、良くないところとしてはおい、うんうんうん、死んじゃった。味方と敵の武器構成を全然気にしてないこと、今もう味方が何か全然分かってないし、相手にチャージャーいるなーってのはあったけど、何のサブとか何のスペシャルかってのが全然分かってないから、だから上がれないんだろうなと思います。だからまあ そこそこなの、 X にはいるけど、もう本当にそこそこ、そこから伸びないという悲しさを抱えてますので、うい、こうね、危ない、これはさ隠れるべき、はいはいはい、止まりました、わかんないよタイミングが、ごめんなさい、ういうい、だからそこを変えればさらに伸びるんじゃないかなと。あとはなんかよくバリアフル使ってる人ってすごいね、縦振りで道作って横振りで倒すみたいな、よくわかんないけどそういうかっこいい動きが多くて、私は横振りとかほぼしなくて、おいよしごめんね、ちょっと押す、押さない、えい、今転がしてればよかったね、ナイス、そういう爪前に詰めるっていう動きができるようになりたいなと思います。いい
強くね味方強くね。あとダンスしてれば勝ちじゃん。お立ち台で。イエーイ。初動画初勝利。じゃあお試しなのでここで終わります。さよなら。